入り口を間違えて U ターン。無事に到着。ここからは美術館なので静止画でお送りしますね。島根県安来市の郊外に2003年から19年連続で庭園ランキング日本一に選ばれている美術館があります。国内外から年間60万人以上が訪れる人気の秘密を探るべく足立美術館にお伺いしてきました。足立美術館、それは世界が認めたかもしれない日本一の庭園を誇る美術館である。近代日本画を中心とした美術館で横山大観のコレクションとともに日本一の庭園が有名みたいですよ。約5万坪の広大な日本庭園は東京ドーム何個分かは分かりませんが、庭園もまた一度の絵画であるという信念のもと細部まで維持管理されており、白砂青松庭など多様な庭園が春夏秋冬の季節ごとに美しい姿を見せてくれます。アメリカ専門誌の日本庭園ランキングでは毎年連続で庭園日本一に選出されています。すごい金持ちだったんだな。